山原平八茶屋園部慎吾と申します。よろしくお願いします。今日はですね、豆乳を使った水菓子を作ろうと思っております。簡単に言えばですね、豆乳にお酢ですねを入れて、それを分離させて脱水をして、精進でちょっとこう洋風に見えるような、そういった洋風テイストのデザートになります。ではですね、まず柚子、この皮の部分だけを刻んで、それをシロップで炊きます。なるべく薄く剥いていこうと思います。あんまりこう白い部分が残るとこう苦みが強くなってきますので、白い部分はあんまり残らない。もし残ったらですね、後でこうちょっと剥いでもらってもいいかなというのを思います。ではですね、これ柚子の皮を剥けまして、大体もうあんまり白いところが残っておりませんので、これはこのまま使います。でこの柚子の皮を刻んでいきます。あまり大きいとやっぱり口の中に残りますのでですね、少し細かめの方がいいかなというふうに思います。刻んだ柚子をですね、ちょっと水に洗ってさっとこう表面の苦味とか柚子臭さというのをちょっと取っておきます。でこんな状態で水気を取っておきます。では柚子の水気が切れましたら、これを炊いていこうと思います。水 100ml にですね、砂糖 50g 入れまして、でここにですね、柚子の皮を入れて炊いていきます。これはシロップ煮のように形でしてですね、マーマレードというかですね、ジャムのようなものを作ろうと思っております。これで10分から15分ぐらいでですね、水気がなくなるまで煮詰めていきます。はい、こういう形でもう水分がほとんどなくなってきましたので、これで大丈夫ですので冷ましております。ベースとなる豆乳の固まったものを作っていこうと思うんですけれども、まず豆乳 200cc に砂糖 25g ぐらい加えまして、それをよく混ぜていきます。完全にこう砂糖が溶けるようにですね、混ぜていただければなというふうに思います。完全に砂糖がこうして溶けましたらですね、200ml に対して 10ml のお酢ですけれども、これを入れていきます。こうすることによってですね、豆乳のタンパク質が固まってトロンとした状態になってきます。今回その少しお酢で固めたら豆乳の風味がして、レアチーズのようななんかそういう感じがしたので、こういう仕立てにいたしました。トロンとなってきたらもうそれで水で濡らしてですね、クッと絞ったクッキングペーパー、そこにこれを開けます。そしてこの状態でですね、脱水させていきます。自然にこう落ちるのを待ってですね、大体まあ2時間ぐらいでこう脱水しきるかなというふうに思います。はい、これが2時間置いたものですね。下にこう透明な液体乳製みたいなのとですね、上はこう固まった豆乳とに分かれます。乳製これをまあ鍋に入れてですね、ほんの少しこう砂糖を足していただくぐらいで加えて溶かします。蜜のような感じでですね、後で上から少しかけようと思います。もう砂糖が溶ければもうこれで大丈夫ですね。これをまた冷ましておきます。ではですね、この豆乳をですね、器に盛り入れまして、でこの状態で冷蔵庫で1時間ぐらい冷やしていただければいいかなというふうに思います。ではこちら冷蔵庫で冷やしたものですね、でそこにですね、先ほどの柚子のジャムですね、こちらを乗せまして、そして冷ました乳製ですね、こちらを少し周りにかけます、はい、ではこちらで完成です。豆乳と柚子の水菓子でございます。次はこちらの方です。